はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで今回こちら、残り40回ということで1万円分、もう今私は今ユメルフィーに使っております。もうこれごめん、これ最後にするわ、申し訳ないんだけど。もうユメルフィー今かけら420個、あと80個でいけるんだけど、あのね、ファンパレのハーフアニバーサリーがあって、さらにこれバウンティーでも超フェス、新超フェスの予感がするんですよ。てか来ると思うんですよ。だからさすがにね、ちょっとごめん、ユメルフィーにこんなにちょっとがっつり使うことができなくて、いくら使うかわからないっていう状況なんで。でもやっぱり僕にとってユメルフィーっていうのは本当にもう、ま、なもう絶対なんかもう取らないといけないみたいな感じになっちゃってるから、残り、20連なるのかな、だけも課金してきました。はい、もう1万円使ってんだよ結局よ。星4確定なのにさ、いやー、なんか本当にユメルフィーだけは出る気がし、マジでせ、やばい、ここまでこんな出る気しないの初めてだもん。というわけでちょっと待って、一回ちょっとカイドちょっと引かして。確定だろうけど、ちょっとこれフルエースなんじゃない、これちょっと一回だけフルエース見させて。うわ、じゃなかったわ。オッケーオッケー、まあとりあえずカイドゲットして、はい、ちょっと一回行きます。じゃあ一回というかもう行きます。あー怖いよ、頼む、お願いします、本当にお願いします。上様お願いします、もう夢レビューください。ここで夢レビューできたらかけら分合わせてめちゃんこいいのよ、マジで美味しいから。いいよフルエース一回見して、マジでずっとフルエース見てないんだ僕。うわー、エンシャライでもマイナス1だったらいい。キンここで白なのがいつもだぞ、赤かマイナス2か。いやまあ今さ、最近よりはいい、前回よりはいいとは思う。前回本当にマイナス3とかばっかだったからね、40連引いて。星4確定でよ、だから多分最低、あのその星4確定以外出てこなかったって感じだったから、ここだったら1体ぐらい、マイナス2だったら1体ぐらい出るでしょ。でさらに確定分でみたいな、あれ大丈夫か、これ大丈夫か、来いよ、あれ確定分だけ、まさかマイナス2であるか、アタッカー頼む、お願い、でもロビンちゃん嬉しい、ニューだよね、あフェスゲンロビンちゃん、鬼ヶ島打ち入りロビンちゃん、これはよかった、その違う中でも嬉しい、あーよかった、これ欲しかったんだよね。まあでもだいぶ前だけどね、いやでも嬉しいです、よかった、ロビンちゃん、よし、まだある、そうだよね、さあ頼む、アタッカー、よし、アタッカー、来い、でも、打ち入り、いや、いいよ、引きはめっちゃいい、打ち入り2体は嬉しい、打ち入り2体は嬉しいんだけど、だけどよ、ごめん、だけどが入るんだわ。いや、フェスゲン、持ってないフェスゲン2枚抜きは嬉しいんだけどさ、違うじゃん、え、違うのよ、わかる？違うんだよ、うん、ちょっと後でちょっと、チョッパー見てみよう、あ、チョッパー今見ていい？いや、でも、後でいっか、ちょっと能力見たいわ、チョッパーの。いきますでは、頼むお願い、あ、なんか曲が変わった、曲上変わった、いいよ、このままいけ、来い、仲間いる、宝箱ある、いいよ、フレンスお願い、フレンスを見させて俺に、よし、そう、あー27か、いやでも金文字、よし、マイナス1だったらまだいい、あるマイナス1、あるない、拳を交わす流行の道もあるはず、アタッカーは出てんだよな、アタッカーは出てるんだよ、やばい、ちょっと待って、本当にやばい、メンタルがやばい、やばい、お疲れ、やばい、待って、こんなにアタッカーすり抜けるの、待って、やばいって、は、ちょっと待って、すり抜けすぎだろ、ちょっと待って、4連続にアタッカーすり抜けてる、待って、全部アタッカーなんだけど、待って、そうだろ、待ってくれよ、これあと確定分、あ、頼む、お願い、アタッカー攻めてアタッカー、でドキドキさせて、お願い、アタッカー、あー、まだ来ない、
きます。はい、アタッカーお願い、最後に。はい、ということで残念ながら、ルフィはゲットできなかったんですが、僕のメインチャン、メインアカウントが相当嫌われてるんじゃないかと思いまして、まあ今ほとんど起動してないこのサブの方で、あのルフィの誕生日含めて84個あるんですよ。でこれ一応ステップ1、50連、そしてステップ2が確か30連で引けるので、もうこれで引いて、そうだね、その20連でもう夢ルビーが出るのか試したいと思います。まあでも星4確定はないから出る確率は圧倒的に低いわけよ。でもこれでもし出ようもんなら、僕のメインアカウントはもう夢ルビーが嫌ってるという、設定でいきたいと思います。設定というかもうそういうことにしたいと思います。いや大丈夫、出ない、ここはこれはむしろ出ないでくれ。出たら僕はメインアカウントで嫌われてるってことになるから。サブだとちなみにめちゃんこ出ます。合計3体ぐらい出たんじゃん今まで夢ルフィ。でもメインだけ、25万26、いや27ぐらいいってんだよね、27万とか28万使っても出ないと。何なんだこれは。いきます。いやー、ええー、だよね正直。さすがにこれむしろ出るなよ。むしろ出ないでくれ頼むから。でも爆死は嫌だな、ちょっとドキドキ感を味わいたいから。あー、バックス、まあ、白じゃなければ、1、2、3、4、5だから。あー、まあ、バックスはない。バックスはないけど、まあ、1枚ぐらいじゃないかな、これは。はい。ちょっと、昔の端末なので、ちょっと、若干、格付きがありますが、ちょっとそこだけご了承くださいませ。いやー、アタッカー、3枚だったんだけどなー。これ、やめてよ。ちょっと、本当に、いや、来ないで。本当に来ないで、むしろ、本当に。来たらお得とか、そんなんじゃないんだって。僕のメインアカウントが泣いちゃうから、本当に。さあ、ああ、ディフェンダーね。まあ、ちょっとホッとしてるわ。うん、よかったというか。うん。ああ、クザン。いつの時代のですか。まあ、これで多分、最後でね。はい。ということで、じゃあ次最後です。これで、もう来るな、来るな、来るな。爆死は嫌だけど来るな。もう私はそれしか祈れない。いきます。ではさあどうだ、果たして仲間がいる、仲間がいる。宝箱は木箱、旗は金箱。今んとこ一緒だね、全く。27だ、これ全く一緒、さっきと全く一緒。これでまあ赤文字白だとどうだ。ああ金、あれマイナス2ポイント、あれちょっと待って、ありえそうなんだけど怖っ。ちょっと待って、やめて。じゃあ2体ぐらい出てくるんじゃないこれ、マイナス2ポイントって。いや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 、まさか来るわけ。そんなたった、しかも星4確定もない状態の20連で、危ねえ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 。でもう1体来るぞ、多分まだ来るぞ。いつのガチャかな。これ1年目のガチャが来たな、クザもロビンちゃんも。さあもう1体来るでしょ。さあそれではラスト、どうだっか、やめて、やだやだ、あぶねえあぶねえって言ったらあれだけど。ダメだ、もう怖がってるって、もう怖がってんだよ俺は。もうこれでないね。はい、まあということで、はい、こちらでもまあ出なかったということで、まあでもまあ正直ね、まあ、イメルビー出なくて残念ではあったけど、ロビンちゃん、打ち入りロビンちゃんと打ち入りチョッパーも出たし、まあ悪くないんじゃないかなとは思ってるんだけど、でもこんだけ引いてイメルビーが出ないのはさすがにちょっと響く。うん、そうね。まあでもあとかけらもうちょいだから、もうちょいでゲットできるんで。でもね、超フェス、次の超フェスのさ告知がなければ引いてた。でも超フェス来るんすよ、さすがにまだね、ちょっと超フェスまでちょっと様子見させて。何のキャラか分かんないけど、なんか巷ではなんだ、黒ひげ、やっぱりずっと前からなんかね情報があった黒ひげとか、あとルッチ、そうルッチの、ルッチ来たら僕絶対引くよ。僕ルッチとキザルが一番好きなんですよ、キャラクターで。だからちょっとぜひね、ルッチが来たら、いやでもありえそうだよね、
でもそろそろ4コース黒ひげなんじゃないかなとも思ってるから、黒ひげかルッチどちらかだと僕は思いますが、よかったらね。わあ、でも超フェスキザル来ないかな。いやでもそしたらな、ファンパレに使うお金が減っちゃうからな。いやトロニクさん何言ってるんですか、減らさなくていいぞ、追加すればいいんですよ。あ、そっか、お疲れ様です、バイバイ。怖くなってきたわ今自分で。